岡山ブルーラインロゴサイン西側区間は平野部にあり一直線に備前市方向を目指す。対照的に東側区間は山勝ちでカーブと坂が多い。岡山ブルーラインは岡山県岡山市東区君津から岡山県備前市万山を結ぶ延長 32.4km の道路の相性。正式な路線名は 岡山県道397号総合本庄岡山線。旧称、岡山ブルーハイウェイ。沿道の緑と海が美しい道路である。歩行者と自転車は通行禁止だが、自動車専用道路ではないので原動機付き自転車は、通行可能。西端の機密ジャンクションで、国道2号岡山バイパスに直結し、東端の万山インターチェンジは、 岡山県道260号八木山に生線を介して国道2号を呼び山陽自動車道の備前ンインターチェンジと接続しているため2004年に無料開放されて以降は国道2号の迂回道路としての役割を担う。山陽自動車道が全面開業するまでは阪神方面から岡山方面を結ぶ重要なルートの一つでもあった。 1974年から1977年にかけて順次開通した。2004年に無料化するまでは岡山県道路公社が管理する有料道路であった。1985年当時の通行料金は普通車750円、大型車1100円。もともとは一般有料道路、東尾西破開発有料道路という計画名称であった。 東美聖派という名前が示すように当初は、兵庫県阿公市愛意思を通り、大使辰野バイパス計画線まで接続するよう、計画された道であった。しかし、山陽自動車道計画線が、阿公市内を通ることが判明したため、結局は、東美地域のみの道路となった。百八十二年三月三十日には、山陽自動車道の辰野西インターチェンジ備前、 インターチェンジ間が開通し、山陽自動車道の備前インターチェンジ岡山 IC の開通までの間、山陽自動車道の接続ルートとして利用された。無料開港は、並行する国道2号に混雑区間が多いこともあって、国道のバイパスとしての性格が強まっている。1994年までは、岡山ブルーハイウェイという愛称だったが、 山陽自動車道の岡山県内分が全線、開通したことや、高速道路と5人し速度超過走行を行う、利用者が多かったことから解消されている。全線片側1車線で、交差道路とはすべて立体交差している。かつては、信号機も全く設置されていなかったが、現在では、道の駅一本松展望園出入り口に一箇所、設置されている。 前線を通して渋滞することなく走りやすいが、速度超過で走行する車両も多く、道路沿いの随所に、前線片側1車線、最高速度60キロメートルと書かれた看板がある。岡山県道397号総合本庄岡山線としては、万山インターチェンジからさらに約5キロメートル東の、備前市総合が起点となっているが、この区間は、 元有料道路ではなく一般道である。西側の機密インターチェンジから奥インターチェンジまでは平野の直線的な道路である一方、東側の奥インターチェンジから茂山インターチェンジまではカーブと坂が多く、途半車線を設けてある区間も一部ある。鶴見インターチェンジ付近。奥は片上大橋。橋梁道の駅一本松展望園。 黒山グリーンパーク備前ンインターチェンジ、鶴見インターチェンジ間にドライブイン、備前シーサイドプラザがあったが、廃業し、建造物が現存している。前線を通した、平均交通量は1日あたり12,196台。前回2005年調査時と比較して、瀬戸内市部分では、交通量が減少し、それ以外では増加している。 昼間12時間における混雑度は、全線を通して、本来の計画交通要領である1.00、前後で推移しているが、瀬戸内インターチェンジ奥インターチェンジの部分は、直線区間だがオービスがあり、全線中でも突出した1.73に達している。この道路の最高速度は、全線を通して、法定速度の時速 60km であるが、 実際の流れを表す平均旅行速度は、昼間12時間だけ見てもほぼ全ての区間で、時速60キロメートルを超えている。西側から、気密 JCT から、奥インターチェンジまで道は、田園風景の中を直線的に抜ける。道路の中間付近は、林間地帯で、一本松インターチェンジの道の駅、一本松展望園は、瀬戸内海を展望する高台である。 一本松インターチェンジから徐々に標高を下げながら、林を抜けて、鶴見インターチェンジから、備前インターチェンジまでの区間は北、た。西側に、瀬戸内海が見え、片上大橋で、片上湾の入り口付近を越える。ありがとうございます。